てるる、だ、全然違う、恥ずかしい。よろぶん、あにゃせよ、のりみだ。はい、というわけですね、最近韓国語を勉強したいって気持ちがどんどん大きくなってきました。というのもですよ、チャンネルのコメントにたくさんね、韓国語でのコメントがいただけるようになったんですよ。はい、でね、私の友達で韓国語できるモデルのうらちゃんいるんですけど、韓国語の勉強方法でおすすめあったら教えてほしいって話をしたんですけど、4月からね、 NHK で韓国語ハングル講座あるじゃないですか。それ始めてみるのどうだろうと。はい、もう基礎からやりたい私にはね、もってこいだと思って。はい、もうなんか今からね、ハングルをちょっと覚えてる程度なので、これ基礎からやりたいならもうこれしかないと思ってですよ。そしてついにこの間ね、テレビでハングル講座、4月1日から2020年度がこの機会を逃せないと思って、はい、スタートしました。毎週水曜日の午後11時30分からですね、学習のお手伝いをしてくれるのが K さんという方と、あと講師の方がね、チャン・ウニョンさんっていう先生だったんです。もうなんかチャン・ウニョンじゃねえと思ったら、もうすごいテンション上がりました、勝手に謎の。はい、ちなみに4月の学習は文字ということだったのでね、本当もうここは逃せない、まさに基礎中の基礎ですよね。しっかり私もハングル覚えていきたいなと思っております。ハングルは母音と子音の組み合わせなんですよね。そこで今日はちょっと勉強がてらこんな企画をしてみたいと思います。ハングルでアーティストの名前を書いてみよう。はい、ちょっとね、外出ができなくても家でやることってたくさんあるじゃないですか。その一つがですよ、ハングルの学習です。私はもうこの機会にやります。なので今日はね、そんな企画をやってみたいと思います。はい、そもそもね、本当ににわかのハングルなので、私が覚えてるのは。はい、ちょっとここにね、書いていきたいと思います。よかったら皆さんも一緒に書いてってみてください。まずは私のモード A のりを書いてみたいと思います。のりは書けるんだよ。モード A も多分わかんない、正解がわからないけど、モード A、 モがこうでしょ、モーはお、モードドモード A で、これがわかんないんですよ。え、こうだっけ、モード A、 はあ、よく考えたら書き方がわからない、順番が。モード A、 どうでしょう、合ってる？ちょっとすいません、正解がわからないから、ハングルわかる方はコメントにモード A を教えてください。あ、モード A、 E、 ノリノーノーのりです。なぬん、モード A のりみだ、合ってる？のりは多分合ってるんだよ、モード A が自信がない。はい、です。書けましたか？はい、で、じゃあちょっとどんどん決めましょうか。次、皆さん、この人たちを書かなきゃ始まりませんよね。アイズワン書きましょう。これね、私ね、いつもアイズワンのアイズまではいけるんだけど、ワンがわからなくなる時が多いんです。あーでしょ、あーいーじゅーあいずわんわんううわあいずわんわんじゃなかったかな。これね、このなんかね、ここが難しいの。ワンなんだか、ワンなんだか、アイズワン、合ってるかな、ちょっと待って。はい、答え合わせいきましょう。はい、答えはアイズワン、合ってる。はい、アイズワンです。楽しいよね、なんかパズルみたいな感じ。はい、では次行きましょう。ラララララ。じゃあ次は TWICE。 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 楽しいね。 TWICE。
to すちょっと下手くそとわわとわわいすえやばい難しいね。なんかやっぱり今までドン・トゥワイスってねローマ字だからおとわいすうぅーてるトゥワイスでーす。楽しい、一人だけど楽しい。ちょっとさ同じぐらいのレベルの人皆さん書いてますか。みんなね話せる人も多いだろうし、話せない人はきっと全くハングルとかもわからないかもしれないし。次は誰にしよっか。次はブラックピンク。ブラックピンク、やばいぞ、難易度高いのきたぞ。ブラック、ブ、ブ、なんかプとブが私ちょっとわかんない。ブラ、ブ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 やばい。ブラク、違うかな。ブラックピ、あれ、ピン、ピンク、ク、あ、めちゃくちゃ、ブラックピンク、これは間違ってるなきっとね。ちょっとブラックピンク急にハードル高いわ。なんかさあどうかな。ルルル、あ、全然違う、恥ずかしい。正解はこの、これは合ってたよ、これは合ってる。ブーブー、あ、うーの方だね。うーブー、下に来るんだね。ラ、あ、でもこっちにも来る。ブレ、ブレック、ブレック、ピー、うん、く、あ、ブレックピンク、あ、このさ、これの違いもわからないし、これもちょっと難しい。あ、正解は上の方ですよ。下手くそでごめんね。あ、難しいけどこれでもまあまんま本当覚えるしかないよね。ちょっとやっぱ好きな単語って覚えられるから、アーティストの名前はね覚えてみようかな。続いてこれやりたい。わかんないかもしれないけど、あの少女時代昔よく踊ってたんです。大好きだったんですよ。ソニョシデって言うじゃないですか。ソニョシデってちょっと書けそうな気がする。皆さん書いてみてくださいね。レレレレレ、間違ったら恥ずかしいな。またソお、ソニョ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 ソニョシ、は、手が分かんないぞ。で、て、で、ふにょしで、ふにょしで、どうかな、ちょっと待って、分かんない。お、あ、あ、そう、にょ、し、で、おー、正解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 。そうそうそう、こういう、こんなんだっけ、パッチムって言うんだっけ、みたいなのがないと分かりやすいんだよね。ではお次はね、男性、男性アーティスト行こうよ。男性アーティストね、誰がいいかな。有名どころで言ったらバンタン、バンタン、 BTS は防弾少年団、バンタン、ソニョシデと同じね。ソニョン、ソニョン、ソニョン団、あれ、そもそも韓国語名がわからない。まあでも書いてみよう。バン、バンタン、バ、バ、へ、しまった、わかんない、もうわかんない。
반탕반타반탕ねえこれどっちちょっと丸にしてみようかな。小女子での小小小女女女団団だだ団ねえそうだちょっと待って答え合わせしましょう。だだだありましたよ。あーバーンちょっと上に書く惜しいね。バーンこれがこっちじゃないこっちだ。バーンタンあーここが逆だね。バンタンやっぱりこれは合ってる。ソニョンソニョンソニョンダン。あーこれが間違ってる。そっか、ダンだから、タンになっちゃうか、こっちは。ダン。難しい。上が正解です。バンタンソニョンダンだね。楽しい。次。あ、じゃあもうちょっと次の最後にしようか。長くなっちゃうもんね。最後にじゃあこれいきましょうか。男性アイドルね。ちょっと、アイズワンときたら、ワナワンいきましょう。ワナワン。わなわんもわからんぞ。あーの、出た。わーが難しい。わーが。わ。あ、でも待って。わなわん。あいずわ、わん。わ。なんだっけ。わ。あれ違うな。ちょ、待って。わ、こっちだよね。わ。わわなあわななんか違くない？もう一回わなわん。そんなことある？超短いじゃんね。なんか違う気がする。もう一回わなわん。これでどうでしょう？もう字が下手。ああ、わのわんなんだ。ここがですね、上に正解書くと、これ合ってました。わのわんなんだって。わなわんだと思ってた。わな、わん。これも合ってたんだけどね。これが間違ってたね、これがね。わなわん。わなわん。楽しい。はい、好きこそものの上手なれと言いますが、まさにね、これはちょっと楽しいです。はい、という感じですね。今日はハングルの勉強でした。まあね、外出ができないこんなご時世ですけれども、こんな時こそですね、楽しく家でねできることたくさんあるので、楽しんで過ごしましょう。はい、私は引き続きですね、にわかハングルだったので、ちょっと NHK のねハングル講座でしっかり勉強していきたいと思います。またね、ちょっとなんか今後少しずつ覚えてったら、またこんな企画で一緒にね勉強してみたいと思います。そう、最後にちょっとこの言葉でね締めたいんですけど、ちょっとこれ分かんなくって、そう NHK のやつ勉強したら、別れの挨拶でアニョヒガセヨとアニョヒゲセヨ、アニョヒゲセヨっていうのがあって、去る人にはアニョヒガセヨっていうのと、去っていく人、残る人に対してあのヒゲせよって言うって言ってたんですけど、私がこのチャンネル動画の中で皆さんにさよならっていう場合って、私皆さんのことを見送るっていうか、チャンネルでさよならっていう、みんなが去っていくっていうイメージがあったから、あのヒゲせよって言うと思ったんですけど、テレビのね、あの出演してる人、いわゆる私の立場と同じですね、はあのヒゲせよって言ってたんですよ。どっちを使えばいいでしょう？てます。だからテレビに習ったあのヒゲせよって言った方がいいのかなと思うんですけど、私の気持ち的には皆さん今日もありがとうさようならって見送ってるイメージなので、あの日ガッセよガセよって言いたいです。なので分かる人教えてください。
はい、というわけでですね、ちょっと長くなってしまったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。評価の方もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アンニョーン。これが使えるね。アンニョーン。